俺だ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕は大丈夫ですか？戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、おはようございます。神田です。さあ国立へ向けて今から出発するんですけども、いやーちょっとねこの2試合は悔しい思いもあったりするんですけども、まあ長いねシーズン、そういう時もあるでしょう。そういう時こそ下を向かずに上を向いて前を向いて相手のゴール目指して力強く一歩をね踏み出していく、その一歩がね必ずや大きな一歩となるはずなので、下を向かずね今日も全力で新潟をね応援していきたいなと思います。まあ悔しい思いは選手含めて松橋監督、スタッフの方々、ファン、サポーター同じだと思いますけども、下を向いても何も始まらないので、神田は今日も全力で新潟を応援していきたいなと思います。まあ今からね宇部空港、山口宇部空港だったかな、向けてまああと15分20分で着きますので、そこから東京へそして国立へ向かっていきたいと思います。それでは皆さん、現地でお会いしましょう。さんとスタッフさんに甘酒を渡しました。神田さん、お願いします。じゃあどうぞお飲みください。はい、楽しみにしてます。はい、お客様、クラフトビール、これちょっと神田さんからのいただいたやつです。飲んでみていかがだったでしょうか。このイグラクラフト、はい、まあ、軽やかな味わいと、はい、
はい、柑橘系の香りが、はいはいはい、おお、飲みやすくて、はいはい、美味しかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。じゃあ、感想を伝えさせてもらいます。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。クラフトビールいかがだったでしょうか。あ、すごいフルーティーで美味しかったです、ね。あ、本当ですか、はい。あ、じゃあ、まあ、上々っていうことで良かったでしょうか。はい、はい、なんていうんですか、ベルジャン、はいはい、はいはい、名前からしておしゃれで、はいはい、たまんないんですけど、はいはい、でも味は美味しかったありがとうございます。じゃあ神田さんに伝えておきますので、はい、はい、どうもありがとうございます。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。いや、着きましたね、新国立競技場着きました。いや、ちょっと曇りで東京涼しいですかね。今もろもろ FC 東京のスタッフの方々が準備しており、まあ、目の前は菜園東京劇場っていうね、 FC 東京さんの大きな弾幕っていうのかな、んていうのかな、これがあるので、ちょっとね、一緒に写真撮りたいなと思います。まあ、ちょっとまだ時間あるんで、どっかでお昼ご飯食べながら時間潰していきたいなと思います。いや、着いた国立、今日は勝つぞ、絶対勝つぞ、頼むぞ。つば九郎の家で、ちょっとつば九郎の家の縁側でちょっと一休みさせていただいてます。2時前ですね、2時前、キックオフまであと5時間。いや、暑いね、東京暑い、本当にめちゃめちゃ暑いですけど、雨降らなくてよかったですね。雨降らなくて、いや、最高や、マジで。富士で当たるんじゃないです？すげーですね、めっちゃいいな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あとチリお願いします。うん、さあ、入場ですね、入場。カステラ？神田さんのカステラいじりしてる。コメント見てみて。いや、なんで俺ね、俺イコールカステラなんですか。いや、カステラ買っただけで十分でしょ。ねえ、わざわざ文英堂まで寄って買ったんですよ。でしょ？でもザラメですよね。いや、確認しないでしょ、ザラメ。いや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 、カステラ買ってきただけでもありがたいって思わないといけないでしょ。厳しいな、本当に。なんで入場前にカステラ説教されないといけないかな。さあ、今から入場ですね。ミカさんに説教されました。ちゃんとザラメのカステラ買ってください。厳しいわ。え？いや、それどちらかというとザビエルの方でしょ。なんで松尾芭蕉がカステラの俳句書いてるんですか。さあ、ああ、ここから入るんですね。よっしゃ、チケット出しましょう。ミカさん、はい、この時代、紙じゃないですよ。QR です、QR。紙チケット。天皇杯と間違えてないですか、大丈夫ですか。何があるか。いや、もし通信障害でも入れますから。警備員さんに2人ですっても入れないんで。
めっちゃ面白かったですよね。警備員さんに2人ですって言ってね、その次の人に言わないとダメですよ。面白かったですよ。顔が疲れてますわ。あ、マスさん撮ってもらっていいですか、僕の分も。2枚分、2枚分いいですか、すいません。2枚分ありがとうございます。おはようございます。いや来たぜ国立、来たぜ国立。あーすごい、いやいいスタジアムですね。すごい、最高やん。いやーすごはいチーズ、はいチーズ、はいチーズ。
さあキックオフですね。キックオフ今日谷口選手がサイドなのかな、左サイドだと思いますので、まあ、そこの谷口選手は多分中央よりかはサイドの方がやっぱり谷口選手の良さは出ると思いますので、まあ、その谷口選手が相手に向かってドリブルで仕掛けていき、そこからどういう風に長谷川元輝選手、長倉選手、堀米選手、島田選手が絡んできた右でチャンスを作って仕留めていくのか、あ、右じゃないわ、左か、左でチャンスを作って仕留めていくのか、左でチャンスを作って右で仕留めるのか、まあ、そこが一つポイントになるんじゃないのかなと思いますね。まあ、やっぱり谷口選手の良さを発揮する意味では、まあ、左サイドっていう、まあ、決断を松橋監督が、まあ、下したってことだと思いますので、あとはねどこまで松橋監督が、まあ、この公式戦2試合ねちょっとこう新潟らしくないサッカーをしていたので、まあ、どれぐらいマネージメントをどのぐらい選手に、伝えてる細かい約束事など、まあ、そういった部分を伝えてるかってとこでしょうね。まあこの試合勝つとねまた流れが大きく変わると思いますので、大事な一戦、立ち上がり絶対絶対大事に、失点なしで立ち上がり前半ね15分から20分集中してやっていきましょう。勝つぞこの試合、勝つぞ。いやー開始何分、開始何分、5分。うわーもうやっぱり前半5分、立ち上がりだな、立ち上がり。いやーちょっと一瞬の隙、お疲れた感じでしたね。まあ、中川選手が気になったところを誰が決めた？田原積田選手、誰だ？安西選手、誰だ？安西選手？うわー、ちょっと中川選手の動きに気を取られた瞬間でしたね。オフサイ？あ、VAR？オフサイじゃないでしょ、うん、サイドだからオフサイじゃないですね多分。うわーちょっと、まあ、立ち上がり失点したことはもう仕方ないんで切り替えて切り替えて、あ、遠藤選手か、遠藤選手が決めましたね。まあ、切り替えていきましょう、切り替えて、まだあるか、まだあるか、絶対2失点目しないよ、2失点目絶対しないよね。立ち上がり集中、立ち上がり絶対集中、立ち上がりこれ以上失点しないよ、集中集中。失点の部分は FC 東京の中川選手がオフサイドポジションにいたから、新潟のディフェンスラインの選手がちょっとこう、まあ、油断というか隙というかそれがあったんですかね、ちょっとこう止まってしまったというか、そんなところを遠藤啓太選手に突かれてサイドから突破されてゴールされたって、まあ、感じなのかなと思いますね。まあまあ失点ねこの後しなければいいので、できるだけ1失点でいきながら前半ねチャンス作りながら同点に追いつけるところで追いつきたいですね新潟は。さあ新潟のフリーキックですね、はい、島田選手が蹴るのかな、大外ファーサイドで合わせてもいいと思うんですよね、シンプルにこういったところでは新潟が点取れるかどうかですね、はい。あ、長谷川元輝選手蹴るか、大外狙え、来た、いや惜しいな。さあこの後ですね、この後この後しっかりねもう一回攻撃の形作りたいですね。行こう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 、ちょっと新潟がねバイタルエリアまでボールを運べない感じですかね、シュートまでいけないって感じなので、多分 FC 東京が最初は前から来ていたんですけども、食いつかされてかわされるぞっていうのを多分選手が感じて、あまり前から行かずにミドルブロック敷いて構えて待ち構えて守備してる感じがするので、まあ、新潟は若干そこでやりづらさを感じてるんじゃないのかなと思いますね。特にボランチの秋山選手、島田選手のところはそこを感じているんじゃないのかなと思うので、じゃあそうなった時にどういう風に新潟がねボールを前に
そして FC 東京の選手を剥がしていくかってとこですかね、まあ、やっぱそこ考えていかないと FC 東京の術中にはまる可能性があるので、まあ、そこでしっかりどうやって剥がして前進していくかってとこをみんなで共通認識持ってやってもらいたいですね。いやー FC 東京の起陣が早いですね。FC 東京のやっぱ攻守の切り替えがちょっとやっぱ新潟より早いから、まあ新潟がボールを前に運ぶ前にやっぱりプレスバック起陣されてるから、まあ、なかなか前に前に行けないのかなって思いますね。まあとりあえずこのコーナー初めてかな、この試合とりあえずこのコーナー、トーマス・テン選手か遠藤選手もしくは谷口選手あたり決めてほしいですね。さあこのコーナーで追いつきたい。前半33分、このコーナーで追いつきたい。谷口選手決めてほしいな、もしくはトーマス・テン選手決めてほしい。いやーいいボール、あー切れたか、惜しいな、もうちょっとなんだろうけどな。オッケーオッケー、切り替え切り替え、守備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 。新潟はボール保持できてるけどボール持たされてるって感じですね。なんかどこでスイッチを入れたいのかっていう、そのスイッチの入れどころをずっと探ってるって感じですかね。なんか FC 東京からするとスイッチ入れさせないようにそういった守備をしてるっていう感じですかね。ペースは確実に FC 東京だと思うんですよね。お互いにシュート数は少ないと思うんですけども、前半は確実に FC 東京ペースだと思うので、新潟はどこでねスイッチを入れるかですね。スイッチを入れる、まあ、縦パス、くさびのパスを入れていきたいですよね。
前半終わって、まあ、0-1 という、まあ、新潟がやっぱビルドアップ意識しすぎてるのかどうか分かんないですけども、前線の選手がやっぱ落ちすぎてるというか中盤に落ちすぎてるので、クロスを上げた時にまず FC 東京のペナルティエリア内に新潟の選手が1人しかいないっていう、なのでいくらクロスを上げても1人じゃやっぱり FC 東京からすると怖さがないと思うので、あまり落ちない方がいいんじゃないのかなっていうことが、まあ試合を見ていて思いますね。あとやっぱこの試合裏、 FC 東京のディフェンスラインの裏取れてないので、そこをねどうやって取っていくかっていうところですかね。ずっとディフェンスラインというか FC 東京の中盤とディフェンスラインのブロックの手前でビルドアップしてるから、ボール保持してるからなかなかボールを前に運べないですよね。だからそこをどうやってディフェンスラインの裏にパスを出していくのか、ディフェンスラインの裏へ抜けていくのかっていうところが、まあ、一つポイントになるんじゃないのかなと思いますね。どうやったら前に運んでいくのか、どうやったら FC 東京のブロックの間を広げさせていくのかっていうところが、一つ後半の点を取るために逆転していくためのポイントになってくると思います。まああと45分しかないんで逆転しましょう。逆転して勝って帰るぞ。今日は絶対勝つぞこの試合。まずは同点、これ以上失点しないようにまずは同点していきましょう。勝つぞ新潟、勝つぞ。だいぶ新潟は人が動き始めたからボールが回るようになりましたね。だいぶ新潟は人が動いてボールが動くようになったので、前に行けるようになったので、この流れの中でね、後半ね15分以内に1点ね決めれて同点に追いつきたいんですけども、まあ FC 東京の守備は硬いっていうところはあるんですね。まあでもこういったところで、ね、焦らずね、まあ確実に仕留めるってところが大事ですね。逆に焦ってしまってカウンター食らって2点目ってなるとかなりねきつくなるんで、試合展開はまずは焦らずじっくりねやりながらチャンスをねしっかり決めたいですね。あーこれ危ないですかね、大丈夫かな、これ危ないかな。あーよかったですね。大外これもう1個クロス気をつけた方がいいですね。これ OKOK、 もう1個このセカンドボール拾いたい、もう1個ここセカンドボール拾え、あーオッケーオッケー、避けさせたですね。オッケーあーちょっと長谷川元輝選手迷ったかな、もう一個前でもよかったと思うんですけどね、もう一個前でも、いやいやあるよ、いい流れ、この流れで決めよう、あるよ、さあ来たぞ、絶対決めるぞ新潟が、絶対決めるぞ。さっき松橋監督見てたんですよ、斜めのパスを多分つけてもらいたかったと思うんですよね。それをアルミの選手が避けた瞬間めっちゃ大きくのけ取りましたもんねだから多分相当前への意識が強いんだと思うんですよ。前へ行ってほしいっていうか、なんで前へ行かないんだよって、下げほらもう下げるなみたいなねリアクションしてるから、もう前へ行ってほしいんでしょうけども、まあ選手の中でなかなかリスクをまだ背負うというか、リスクを背負いたくないみたいな感じがあるんですかね。さっきからもうジェスチャーが前へですもんね。 FC 東京のコウ選手が多分動いてパスもらうタイプだと思うんですけどね。これカウンターやばいか、これやばいよ、いやーカウンターからパスミスかな、いやーパスミスだったの、まあ、何だったのかな、ちょっとあっちサイドかちょっと分かんないですけど、どういう感じだったのかな、失点はパスミスからなのかどうなのか、まあ、ち
ちょっと高選手が動きながらボールもらえないから FC 東京がなかなかリズム作れないって言おうと思ったら失点してしまいましたね。いやー、どういう感じなのかな、パスミスだったのかな、ちょっとリプレイ上のとこが切れてるか分かんないですけど、剥がされた感じか。まあ仕方ないしかない。まだあるまだあるぞまだあるぞ。まず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 1点返そうまず1点返そうまず1点返そうまず1点まず1点まず1点返そうまず1点返すぞ。まだあるぞまだあるぞ時間は。まず1点。いやーさあロスタイムですね。アディショナルタイム6分。さあ1点取ったら流れ変わるんだけどね。来たけど。シュートが弱かったっすね。まだあるまだあるまだ1点取ったらマジ変わるんだよ。1点取ったら1点取ったらマジ変わるから1点取ろう。まず1点1点取ったらね絶対慌てるから相手は。 OK ナイス。まず1点まず1点前行こう前行こう。そう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 。いやいいサイドチェンジのボール届かないか。いやー FC 東京のボールか。さあいやもう1個前で出してもいいんだけどな。取られるよねそこ。もう1個前もう1個、ま、もう1個前っていうかもう1個早くね縦パス作りたいんですけどね。もう1個、ま、早く縦パス来た。いやシュート。いや打ってよかったんじゃない今のは。もう1個ねもう1個早くね、ま、縦パスつけたいですよね。前に前に、まあ、松田選手惜しかったですけどね。今自分で打っても良かったんじゃないかな。自分で打っても。いやー惜しいな。あとアディショナルタイムが何分あるか。いやー1点取りたいなマジで。1点取りたいですね。1点これそうよね。 FC 東京ボールになるよね。さああとどれぐらい時間があるか。いやーちょっとパスミスになりましたね。最後ねちょっと時間があるので、いやこれ嫌だなあ。 OK ナイス。ファウルかオフサイドか。 OKOKOK。 いさああともう2分ぐらいあるかな。1点1点決めたいな。まず来た。オッケーオッケー。さああるよ時間あるよ。まず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 1点取ろう。1点取ろう。1点。あーパスが引っかかった。危なかった。どうやって前に運ぶかだな。どうやって前に来た。強いよね。ここが強いよね。いや惜しい。いや堀米選手のシュートかな。惜しかったな。血を這うような血
足を這うようなシュートだったけど、もう終わった。終わりましたね。0-2 で、まあ、負けてしまいましたね。まあ、公式戦3連敗ということで、まあ、何が悪いとかいうわけじゃないんですけども、まあ、どうやってボールを前に運んでいくかってところですかね。まあ、松橋監督を見ていても、まあ、外から見ててもパスを、ね、前につけれるだろうっていうところでやっぱ下げてしまうところがあるので、まあ、そこをどういう風な意識づけをしていくかですね。まあ、ピッチに、ね、立ってる選手たちがやっぱりそこの判断の部分をどう考えているのか、まあ、パス出せないと思ってね、やっぱり下げてる部分もあると思うので、まあ、どこでね、やっぱり勇気を持ってパスをね、前にね、運んでいくかっていうところですよね。まあ、その辺をまた次の動画で解説していきたいと思います。まあまあ次でしょ、次下を向かずに次行きましょう。次勝てばいいんで、次勝とう、次セレッソ戦で勝とう。
はい、お疲れです。うまい。いや惜しかった。紙一重だったな今日も。まあでもあれですね、16から0になったからいいんじゃないですか。長崎が6失点から1失点ね、えっってのが良かったです。全然いいです、プラスに考えて。そう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 、いいですね。